じゃあ、じゃあ、今日はですね、10月ぐらい、11月になったんだ、うん、だから12月ぐらいに、針金をかけた黒松ですね。黒松、この黒松は、高松からはるばるやってきたそうですやつですね。ゼロさんが買ってくれた木、それは 何でしたっけ、オークションでしたっけ。あ、オークションで私が編集中に落としてくれた、あ、そう木です。まあ、そういう木をと私が針金かけさせてもらったので、はい、今回は、まあ、時期が、植え替えのシーズンとなったために、うん、ちょっと植え替えしていこうかなというふうに思います。はい、で、まあ、もともとはこういうふうな木だったわけですけれども、うん、この近くね、どこにいる、私に虫が見えないんだけど、変な薬やってないよね花粉症です。花粉症の薬を薬なんか見えちゃってる。で、このサバ缶というか、うん、シャリの部分とこの動きがですね、面白いところを探して、私この辺がいいのかなというふうに思いました。うん、はい、まあ、理由としてはここがまず横だと長いっていうのと、うん、少し、まあ、もう少し勢いをつけてあげた方がこの足元の動きが出てくるのかな。そうですね。っていう中でこういうふうに針金をかけて、で管理もこういうふうに置いてましたね。はい、なので面もしっかり上を向いてる状態ですけど、今日はこの角度で植え替えをしていきたいと思うので、まずは鉢をちょっと探して、合う鉢を見つけてからやっていきたいと思います。はい、でまたこの土はですね、砂なので、これはまあ本当に西の方特有の植え方ですね。うん、でこれを少しほじって赤玉に変えていくという作業をやっていきたいと思います。はい、鉢はあるんですか。鉢はなんとなく思っていたのはこれに入ればいいのかなというふうに、少し立ってるような木ですよねこれ、うん、なので鉢としては横長よかは、まあ、コンパクトの方が丸のイメージでした僕は。で丸っていう面でやっぱり印象としては柔らかくなるので、はい、今のあの動きですと、しかも黒松だから、うん、ちょっとどっちつかずにみたいに なりそうな気がする。なるほど、あれだとちょうどいいのかなとは思うんですけど、一応丸も探してみて。これがね、まあ、ないんですよ、この間見たけど虫見えてないんだけどやばいんじゃないの。ねえですよ。まあできれば、うん、最初の正方の、うん、薄い鉢に、はい、入ればいいのかなっていうのもね。ちょ、候補はあるけど、はい、あんまりなかったと。そうですね。できればこれに入れたい。できれば入れたい。はい、まあただちょっと角度を上げるっていうのもありますし、こうなるわけなんで。どうなる？こうなるんですね。こうなりますので、効力ないな、ここを落とさないといけない。そうですね。これは抜けますか？抜けます。僕は一回植え替えちゃおうかと思って取っちゃいました。じゃあまずはどのぐらいの角度で植えるかっていうのを最初に見といてですね。うん、このぐらいにするんであれば、こういう正方形にするわけですね。こっちとしては。はいはい、そういうのをイメージして。砂は若干残した方がいいんですか。一気に変える必要はないと思うんです。もともとの性質でこの土が合ってると思うので、うん、まあ、長い間ねこの環境で生きてたわけですから、それを一気に全部変える必要はない、うん、まあ、何段階に分けて変えていけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい、根の調子はどうですか。あ、いいんじゃないですかね、まあ、若干黒っぽいけど、ただ調子はいいと思いますよ。やっぱり土なので根の張りとしてはやっぱり調子は良さそうですよ。要は土なので、砂だよ、うん、潰れないので、うん、ここは このぐらい取ってあげないといけないですよね。はい、こういう正方形にしたいので、なんか見るに入りそうですよ。うん、
じゃあちょっとこの辺長いやつだけ取っていきます。そうです、ここです。重要なのは、重要なポイント、こういう、西の方から来てる砂上のやつはですね、どうでもいいハサミを買った方がいいです。根っこを切るのに、じゃないと刃を痛めてしまうので。なるほど、はい。一人だけは僕はね、アカデミックに話そうとすると喋れなくなります、はい、言葉が出てこない。海外の方は大丈夫、言葉はいらないとコメントが来ました。 Thank you。 Thank you。 いけそうなんで、まあ、1回これぐらいにしました、うん、もう少しこの辺をね、後でやるか、まあ、ちょっと決めていきたいですけど、まずは入れてみましょう。こうかな、うん、入りそう。どのぐらいの角度、結構でも奥にこうね、いってるんだよね、これがね。あ、うん、こうですね、木が。それはもう、これを見せたいのでしょうがないですよね、うん、後々こう、前に出てくると思いますから、うん、盆栽祭りで飾るには小さいですか。いや、生徒じゃないか、市民、市民、はい。ちょっとどっか行っちゃいました。さて、まあ、この橋が入ったので、はい、まあ、一応合わせてみますか。いいかも、いいかも。でかいね。うん、ちょっと大きいかな。合わない、まず木に対して。あ、これでも落ち着きはいいよな。風景は見えるね、なんかこの辺に、うん、あ、でもちょっと縮めましょう、迫力出すために。迫力出したい。市民店に出しちゃおうかな。じゃあ、OK、市民店楽しみにしてください。本名が、本名バレます。はい、田口正人です。もうこの場で、はい、この場で、はい、あのこの鉢高くないですか、大丈夫ですか。あ、そうか、大丈夫ですか。大丈夫ですか。時代は乗ってますよね。そうですよね、うん、植えてやったのいつ以来だ。毎日やってるんじゃないですか、盆栽さん。違う違う、動画でこの間やったじゃん。もう2回やってるよ、神田さん。え、ここ最近で大きい木を。あ、そっか、そっか、あれはやってるわ。ヒノキ、ヒノキもやってるよ。記憶がおかしくなって。で、この木の場合だと、さっき見た通り少しぐらつく傾向にあるので、はい、その辺ちょっといつもよりか太い針金を使って固定していこうかなと思います。特にこういう立ち木っていうかね、粉塵っぽいやつはしっかり止めてあげないと風の影響でぐら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 としちゃうので、うんうん、しっかり止めてあげるのは必要かなと思いますね。5月3、4、5は大盆栽祭り。多分この動画上げる頃にはあと2週間とかでしょう。まあ、T シャツも予約受付中。まだ実物届いてないんですけど、今まで買ったことある人は同じです。素材は。ここは正面で、はい、鉢がセットできました。はい、でさっきこの辺りですかね、うん、少し出てたので、この辺とあと少し黒っぽくなってるようなところはカピーテ、新しい土にしていきたいなと思います。カピーテ、カピーテ、ほげカピク、カピクって言う、カピクって言うね、カピク、カピクって言う、音の方に引っかかり言うと合ってるね。カピク何でしょう。ショッピクなら知ってるよ。カッサバク、カッサバクがカッピク聞きましょう。この辺の黒い土をしっかりね、落としてあげるっていうのが必要かなと。このぐらい肌きてるのは樹齢どのぐらいになるんですかね。どうなんでしょうね、結構ね、まあ、古そうな感じがするけどね。古いですよね。この辺の動きを見てもいいですよね、うん、これがただのまっすぐでシャリがあるわけじゃないんで、うん、このこう うねった中でのね、シャリだから、やっぱり面白いですよね、うん、木自体。
ありがとうございます。ありがとうございます。値段知らないですけど、うん、でもそんなに高くないんですよ、あのオークション出てたやつって。うん、だからそういうのでもね、こんだけ面白いのがあるんだっていう。ね。高松も行きたいな、また。いいな。なかなか行けないね。このぐらい、ちょっと取ってあげてですかね。はい。で、あげたいからちょっと待って、こっちも削ろう。そうか。臓器ほどバツバツやらない方がいいのかなと思います、うん、まあ、若干毛羽立ってるのが残るぐらい取ってあげましょう、うん、取っておきましょう。根はでも結構切ってる。切ったね、うん、今回は下はちょっと粗いの入れて、で上にちょっと混ざったようなやつ、うん、こっち側を高くしたいんで奥側して、うん、今真ん中なんですよね、ちょうど、うんうん、ただこの木のバランス的にもう少しこっちに寄せたいなというのがあるんで、はいはい、こっちをちょっと削って距離を短縮しようかな。植え付けがやっぱり盆栽は基本になるんで、ここで魅力を半減させてしまう場合もありますし、なるべくね時間はかけて、ただ根っこの状態もあるんで最初にあらかた決めて微調整もしながら植え替えしていくといいのかなと思います。なるほど、だいぶ寄るようになりましたね、うん、いいじゃない、はい、じゃあこれで止めていきましょうか、はい、若干こっちにもう土を入れてかける方ですね、うん、ちょっとふらつかないようにして止めよう。でも全体的に早いですよね、今週何でも、まあ、花が咲くのも温度が上がってる、芽が上がるのも温暖化かな、温暖化かな。気持ち細かいの見るで、続きましょう。細かいのは何のために？根の張りですかね。極端に粗いだけじゃなくて、うん、隙間をちょっとだけ埋める。そうそうそう。でも入れない場合もあるでしょ。木の大きさとバランスです。逆に言うと粗い土だけだと乾きすぎるし、うん、土の大きさで粗いやつだけだと相当水がないといけないですね、うん、まあ、それが一番理想ですけどね。でさっきはどの辺を根っこ削ったかなっていうのを頭で想像しながら。なるほど。芽があるようにですよ。なんかこういう木みたいに思い出がある木、うん、いいよね。ね、うん、結局盆栽ってそこなんですよ、はい、そのストーリーをつけてあげるというか考えるのが楽しいというか、そう、この木は誰が手入れをして、まあ手入れをしてたのはわからないにしても、うん、あ、どういう意図があってこう曲げたんだなとか、はい、そういうのが伝わってくるわけじゃないですか、はい、ここは楽しいですよね。言葉がいらないわけですから、そこに、うん、それを想像するっていうのが盆栽の楽しみかなと思います、うん、ちょっと足して小粒と大粒が混ざったような、ちょっと飾りですか。飾りとは言わないんですけど、黄色の間に細かいの入れてあげて、極端な乾きやすさは免れるかな。若干保湿性が高くなりますよね。これを置いてる環境を想像すると、乾きやすすぎてもちょっとやめとこう。蒸散を防ぐのかな。そうそうそう、上が詰まってる方がってことかな。そうそうそう、 OK、 はい。ベビーオイルで鉢を磨いています。吹きわら帽子、メガネ、ヒゲ、手に持ってるのがビールだったら渚健一だね。オツですね。オツですね。かっこいいルービーでしょ。チンカチンカのチンカチン、うん、はい、じゃあ全然やりましょう。あー気持ちいいですね。木が喜んでますか。ね、感じますよね。感じますね。水抜けもいいです。本当だ。
わかるかな。ちょっと入れてごらん。完成。完成しました。はい、お疲れ様でした。想像通りでうまく収まったのかなと思いますね。はい、なんか根っこの感じ見るともうちょいちっちゃくもいけそうだなって感じしますけど、まあ、一旦この状態で、まあ、根っこもだいぶ落としましたし、はい、この状態で成長させて、まあ、数年後またちっちゃい鉢にいければいいのかなと。なるほど。まあ、徐々に徐々にですよね。急に西の方の土から変わったわけですから、まずはこの赤玉に慣れさせて、で、培養してこの状態で根を張らしてまたちっちゃくするっていう方向が、ベストなんじゃないかなというふうに思いますので、はい、またその時までに鉢があればいいと思うし、あとはもう少し薄いんだったら南蛮の鉢とか丸い鉢とかだと、よりこの古さが生きてくると思うので。なるほど。そういうのもいいのかなと思いますね。これ僕が持ってる中で一番大きい木なんでちっちゃいけど、あれはあのこういった出会いからまずストーリーがある。そうですね。でこういうね、どうした？ストーリーを。飛行機待ちしてた、もしかして。言葉待ちでした。言葉が出てもらった。言葉待ちでした。はい、人とのつながりも盆栽の魅力かなと思いますので。はい。盆とも。盆とも。を大切にしてください。そうですね。はい、思い出ありますから、はい、大事にしたいと思います、はい、そういう仲間もね含めて盆栽活動を楽しんでいただければと思います。わかりました、はい、この動画がよろしいと思いましたらコメントでグッドボタンと、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました、はい、意外とね世界中の皆さん見ていただいて、ここ1週間2週間すごいいろんな海外の方がYouTube 見てますっていう。なるほど。多分ね10人以上来てるかもしれない。1週間で盆栽球見てるって方が結構すごいことですよね。そうなんだ。すごくない？だって僕の顔を見て。そうだね、海外の人ってことですよね。そう、いつも見てるよって。10人ですよ。確かに考えたらすごいかもしれない、なので引き続き頑張っていきますので、はい、応援よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。アディオス。ベビーウェルです。ジョンソン・エン・ジョンソンはこれ誰が書いたか知ってます？雑学。ジョンソン・エン・ジョンソン、ジョンソン・エン・ジョンソンってこれ手書きじゃないじゃん。だって元マザー・テレサが書いてます。なんで知らない。ちゃんと話せるやつ言ってもらっていいですか？何？嘘かもしれない。誰から聞いたんすか？俺なんか聞いた気がする。やばいじゃん。やばいやつだ。さっきから意もしない虫を避けたり。ジョンソン・エン・ジョンソンとはどういう意味ですか？やれよ早く。風？風かな。検索条件と十分に一致する結果が見つかりませんでした。関係ないんじゃないですか。全カット。一応ドヤ顔してたよ、ね。僕が書きました。はい。これ。